質問はですね、祝膳とは何かと、これが、質問ですね。浄土真宗ではですね、阿弥陀仏に救われるかどうかということは祝膳任せと、このように言われました。つまり一重に祝膳が厚いか薄いかということで、その人が早く救われるか遅くなるかということが決まると、ね、五一大気学の中にもありますよね。どこだったかな、926ページ309番、陽気陰気とてあり、されば陽気をうくる花は早く開くなり、陰気とて日陰の花は遅く咲くなり。こういうことね、言われまして、祝膳の暑い人を陽気の人と、陽気の人、それに対し祝膳の薄い人を陰気の人と言いますね。陽気っていうのは、日向の人ってことですね。光がさんさんと、浴びている花はですね、早く花が咲く。こういう人は祝膳が熱い人になります、ね、それに対し陰気っていうのはね、日陰の花っていうことですね。陰気とて日陰の花は遅く咲くなり。ですから祝膳が日陰の花は祝膳が薄い人だと、こういうふうに言われていますね。でそこでポイントとなるのはですね、祝膳が厚いとか祝膳が薄いというのを光に例えているってことなんですね。祝膳が厚い人というのは光をたくさん浴びている人ってことなんです、ね、光をたくさん浴びている人が祝膳が熱い人ってことです。それに対し、祝膳が薄い人というのは光というものをあまり受けていない人なんです。この光って何ですか？光って光、いいですか？祝膳の厚い人は光をよく受けている人なんですね。祝膳が薄い人というのは光があまり当たっていない人なんです。
そこでこの光って何ですか？光って教えの光。光って何ですか？光、教えの光ですか？光って言ったら光って何ですか？阿弥陀仏の力、光明ですね。そうそうそう、光と言ったら光明。光明になります。ですから祝禅の熱い人というのは、阿弥陀仏の光明をたくさん浴びている人ってことです。祝禅が薄い人というのは、阿弥陀仏の光明をあまり受けていない人になるんですね。つまり祝禅が厚いとか祝禅が薄いっていうのはですね、光明がよりたくさん浴びているか、光明をあまり受けていないかという違いなんです。そこで阿弥陀仏の光明を強く受けるってことはどういうことなんですか？阿弥陀仏の光明をどうしたら強く受けることができるんですか？そう、聴聞なんですね。だから祝禅が熱い人というのはどんな人かというと、聴聞をってことですね。聴聞を絶え間なくしている人はってことです。聴聞を絶え間なくしている人は早く救われますよっていうことなんですね。だから祝禅が厚いか祝禅が薄いかというのは、ひとえに文法師に現れるんです、ね、仏法を聞きたいという心に現れてくるんですね。だから祝禅の熱い人は仏法を絶え間なく聞くしですね、祝禅の薄い人は仏法を途切れ途切れに聞いていくってことです。だから祝禅というのは何に現れるかというと、いわゆる仏法をね、どういう、気持ちというかね、どういう頻繁に聞いていくかと、こういうことになります。だから祝禅が厚いか祝禅が薄いかっていうのは何で判定できるかというと、それは、文法心で判定できるんですね。文法心の強い人が祝禅が厚い人になります。で、文法心が弱い人がですね、祝禅が薄い人になるんです。そうか、じゃあ仏法を聞いてさえいれば救われるんですよね。どうですか？違うと思います。どこが違うんですか？これね、祝禅は陽気陰気で現れるでしょ。で、陽気陰気っていうことはいわゆる日向が日陰かってことでしょ。光じゃん、光と言ったら光明ね。俺違うかな、ちょっと待つよ、習字書を見てくださいよ。習字書ねえ、685ページ
ね、右から3行目に、さればこの光の縁に合う史上、ようやく無明の混乱薄くなりて、祝前のため兆すとき、まさしく法度に埋まるべき第十八の念仏往生の願人の名号を聞くなりと書いてありますね。この光明の縁に合う史上が救われると書いてあるでしょ、ね、光明ってのは何ですか。当然これ聴聞のことですよね。でしょ、五重の儀でもあるじゃないですか。五重の儀は何でした。五重の儀ってのは一番目が祝前、二番目が善知識、三番目は光明ですね。この光明っていうのは善知識から教えを聞くってことですね。善知識から教えを聞く、ね、その教えを聞くことが光明。そうすると4番目信心をいただいて、ね、そして、名号をね唱えさせていただく身となるとでしょ。っていうことはやっぱりほら聴聞じゃないですか、光明。っていうことは聞いてさえいれば救われるんでしょ。ね、ほら仏法聞いてさえいれば救われる。まあこういうふうに陥りがちですよね。ところがですね、実際聞いていてもなかなか救われないわけですよ。でなんで救われないのかというとですね、もう最大のポイントはあなたの聞いている教えは本当に善知識から聞いてるんですかってことですね。これ善知識から聞かなければ意味ないんですよ、ね、善知識じゃない人を善知識だと言われて聞いた場合ですね、ね、それは全然巧妙になりませんので祝前は熱くなりません。だから私の聞いている先生は善知識か善知識じゃないのかと、これがもう最大のポイントになりますね。これはまずその聞く相手を選ぶってことで、ね、聞く相手を間違えると陽気のつもりが陰気とこういうことになってしまうんですね。だから私は祝前が熱かったんだわとかね、この先生に出会えたからとかね、こういうふうに思っている人があると思うんですけど、この先生っていうのが本当に善知識いや全知識です、だって何人もの人がね信心欠如しているから、うん、来たねこれ何人もの人が信心欠如したならばその人が全知識なんでしょうか。その何人もの人たちが救われたと言ってるのは本当に救われたんでしょうか。え、全知識かどうかの判定基準は何人かの人が救われたかどうかなんですか。この先生から何人もの人が救われてるから間違いなかろうと、ね、つまり要はですね祝前っていうのは善知識からなんですよ。善知識から絶え間なく教えを聞ける人がね祝前の熱い人なんです。反対に聞いても時々っていうのが祝前が薄い人なんです、ね、
こうなります。そこで全知識か全知識じゃないのかという判定基準を親鸞聖人は詳しく教えられてるんです。それが解道観。これですね、463ページ。ね、全知識とは一体どういう存在なのかということについてですね、463ページの右から1行目。一切凡行の因は全知識なりってことですね。いいですかね。一切凡行の因は全知識なり。つまり全知識とはどういういかなる存在なのかということについてね、凡行を私に実践させてくれる人なんです。いいですか。凡行しなさいっていう人じゃないんですよ。私がこの人の教えに従うと凡行、この凡っていうのはね、清らかな行いってことですね。清らかな行い、凡行っていうのは清らかな行い、つまり煩悩から離れていくような行いを私に実現させてくれる人なんです。つまり私が全知識から教えを聞いているのにですね、煩悩がますます強くなる、嘘をつくようになった、人を責めるようになった、人を見下すようになった、横柄になってきたっていうような、いわゆる煩悩がどんどんと強くなるのならばですね、それはこの先生は全知識じゃないんです。もっと言うなら、煩悩を問題にしない人は全知識とは言えないんですね。煩悩なんてどうにもならないんですよって言ったならばね、まあそれは全知識じゃないわけ。つまりこの先生をから話を聞いていくとですね、具体的に煩悩から少しずつ離れていけるようになってきているかどうかが大事なんです。いいですかね。だから宿禅が熱くなるっていうことは、もちろん聴聞をしていくことだけど、聴聞をしていくと何に現れてくるかというと、煩行で現れてくるわけ。煩行っていうのは煩悩からいかに離れたかなんですよ。いいですかね。だから宿禅が熱くなるっていうことは、煩悩からどれだけ自分が離れているかということを知れば、煩悩からどれだけ離れていこうという気持ちが出てきたか、煩悩をどれだけ自分が恐れるようになったか、それで測ることができるんです。だけど煩悩から離れたいと思っても、全知識から教えを聞かないと離れることができない。だから煩悩から離れたいという気持ちで教えを聞くようになるわけです。つまり宿禅が熱くなるっていうのは、ただ聞いていれば宿禅が熱いんじゃなくて、ここなんです。これがいかに私たちが実践できているかが宿禅の紅白なんです。それを私たちに教えを説いて実践にまで導いてくれる人を全知識って言うんですね。
そこで、末頭章でしたかな。649ページ。右から左から3行目。まず各々の昔は弥陀の誓いをも知らず、阿弥陀仏をも申さず、おわしまし僧侶医師が釈迦弥陀のご方便に催されて、今弥陀の誓いをも聞き始め、おわします身にて僧侶。元は無明の酒に酔いてってね、無明の酒に酔っ払っていて、貪欲真に愚痴の三毒を飲み、好み飯をおて僧侶いつるにということでね、煩悩をですね、仏法を聞くまでは、善知識にお会いしてね、教えを聞くまでは、煩悩が何やら分からずにですね、平気で煩悩で悪を作り続けてきた。だけどですね、仏の誓いを聞き始めしより、ね、善知識から教えを聞いていくようになった。そうすると無明の酔いもようよう少しずつ冷め、無明の酔いもだんだんと冷めて、三毒をも少しずつ好まずして、ね、三毒をもっていうのはこの煩悩からですね離れたいという気持ちになり、煩悩を滅してくれる阿弥陀仏の薬を常に好み滅す身となりて、長文ですね。阿弥陀仏の薬とは長文のことです。長文していくことによって煩悩の苦しみから、煩悩の毒から離れさせていただけるようになってきたと、こういうふうに書いてありますので、もちろん祝禅というのは文法心に現れます。その文法心というのは煩悩から離れたいという気持ちで聞いていく心なんです、ね、煩悩から離れたいという気持ちで聞いていく聴聞なんです。だから煩行がだんだんとできるようになってくる。清らかな行い、煩悩を離れた行い、離れようとする行い、そういうことを私に教えてくれ、そして私にですね、煩悩から離れたいという気持ちを起こし、で実際に煩悩から離れられるように導いてくれる人、それが善知識なんです。だからいくら聴聞をしていても、私の煩悩に気づかない、自分の煩悩に気づかない、いや煩悩を離れたいという気持ちさえも起きてこない、5年も聞いている、10年も聞いている、なのに煩悩から離れたいという気持ちが全く起きてこないとしたならば、あなたの聞いている先生は残念ながら悪知識です。それを正しく知っていただきたいんですね。あなたはなぜこの先生を善知識だと思ったんですか。この先生がね、周りの人から素晴らしい先生だ、素晴らしい先生だと言われたから善知識だと思ったんですか。それともたくさんの人が救われているから善知識だと思ったんですか。そうじゃないですよ。善知識というのはあくまでも煩行を進めてくだされる因なんです。つまり私たちが清らかな行いをするために善知識という存在が必要なんです。だから善知識から教えを聞くのはですね、煩行をするため、煩悩から離れるためなんです。煩悩なんてもうどうにもならないんだと言っているような人はそもそも善知識じゃないんです。そんな人から話をいくら聞いてもですね、それはまあ教えにもあるようにね、一毛衆毛を率いて持って下降に落ちるってね、一人の目の見えないものがですね、多くの目の見えないものを引っ
張って、火口ですね、火山の中に飛び込んでいくようなものだと。だからその先生がね、本当に善知かどうかというのは、あなた自身がどれだけ煩悩から離れることができたか、煩行を実践することができたか、それで判断していただきたいと思うんですね。これで分かっていただけたでしょうか。本当の善知識から聞いていてもすぐには変わらないですよね。本当の善知識から聞いていても、そう、すぐには、実践することは難しいです。だけど、まあ、そもそも煩悩から離れることができないのならば、できないと言っている先生なら論外なわけまずね。あともう何でも聞いてる人が全然煩行は実践できてない、もうこれも論外だいたいこう先輩見れば分かりますから、あの聞いてる先輩たちがね、煩悩からどれだけ離れてるか、いわゆる横柄じゃないか、威圧的な人がいるとかね、上から目線の人が多いとかね、それがこうなんていうんですかね、先輩たちの姿だとしたならば残念ですが、それはその方の聞いてる先生は全知識ではない。だから私が救われたと言ってる人でも、この煩行を目指していないのならば、それはね、残念ながら本当に救われたとは言えないってことですね。ここを分かっていただきたいと思います。じゃあ、終わりたいと思います。